どうも、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、久しぶりにちょっとね、高めのトミカ買ってみました。こちらがね、あの日産オンラインショップの限定商品なんですけども、まあオリジナルトミカで、名前はオートモチュール GTR のシャープ23スーパー GT500 2017年カラーですね。まあ多分あの読み方間違いではないと思うんですけど、一応ね公式で名前確認しておくとね、こんな感じですね。でこの動画ね見て気になった方は、一応まだあのオンラインショップ在庫あるんでね、ちょっとあの値段ね1800円で税込みで、送料入れると2400円するんですが、限定商品で今だけしか多分買えないと思うんでね、ちょっと高めなんですが、まあ買ってみてください。さあでは、ね、あの久しぶりにちょっとあの高めのトミカを買っちゃったんですが、ではね早速見ていきましょう。あ、そうやそうや、この間ねあの届いたこの TCN オリジナルの UD トラックスクオンブリヂストントラック、これも詳しく紹介してなかったんで、 GTR 見た後にね、こちらもね紹介したいと思います。いい車なのにね、ついでで申し訳ないんですが、まあ、今回もちょっと特殊な買い方したんでね、後でいろいろ語りながらねお見せしましょう。よいしょ、じゃあ行きますか。クッション材的なものは紙なんですが、あ、今ちょっと取ったら個人情報丸々あったんで、こうしとこうこう で箱がここにあると、はい、来ました。あ、サイズ的にはまあまあ普通ですね。で値段はねこんな感じです。商品代金1800円、送料が648円、合計2448円、まあまあ結構な高級車ですねこちらね。さあではでは、値段に見合った作りになってるでしょうか。写真ではね結構ねいい感じなんですけども、実物はどうなのか、では中身の方を確かめてまいりましょう。まずねもう高級車なんでね、パッケージからがっつりいきたいと思います。まずね正面、こちら正面でいいですよね。こんな感じになっていて、パッケージのデザインは、ね、渋いですね。いいです、かっこいいです。下の部分にはニスモのロゴとニスモモデルカーコレクションの文字が書いてあります。で上の部分はこんな感じで、こちらに名前書いてますね、モチュールオーテック GTR。で底の部分は注意書きで、背面はざっとこんな感じです。で箱のね蓋の部分なんですが、こちらはシンプルに何もなくて、いつものロゴのみで、反対側にこんな感じでね商品名詳しく書いてますね。さあそれでは開けていきますか。どんな感じになってんでしょうね。言っても2500円ぐらいですかね、約ね。めちゃくちゃねもう大事に見ていきたいと思います。おお、もう後ろからしてなんか違うね。おお、すごい。で、あ、シール、これひょっとして、うわー、シールやった、めちゃくちゃいっぱいシールやった、嫌やな。では行ってみましょう。お、すげえ、持った感じは確かに違う。で、あ、これはちょっと辛いの、こんなに貼るの、こんなに、やばいっすね、マジか、つら。え、何枚あるんですかこれ、数えたくもないですねこれね。うわー、フル担保じゃないんだね印刷がね。おー、ホイールまでシールって、日産やっちゃいましたね日産マジかマジか。じゃあとりあえず、まあシール貼る前に車体の方で、ね、見ていきたいと思います。はい、ではねくるっと行ってみましょう。この時点でもシール貼る前なんですが、いろんなロゴはかなりしっかりとプリントされてますね。もうこれでいいんじゃないかっていうぐらいの仕上がりになってます。後ろ側が一番しっかり仕上がってる感じですかね。なかなかいいクオリティです。でそこはねこんな感じになっていて、ベースの車両がナンバー50番の2008年 GTR レーシングになってますね。でフロントガラスから内装ね見えるんですが、シートのねカラーがちゃんとね塗り分けされてます。わかりますかね、赤色のペイント入ってますね。なかなかこの辺りはねほんと素晴らしい。値段がね値段だけにやっぱねしっかり作っといていただいてありがたいですね。ホイールはちょっとね残念ながらこの通常のねよく見るタイプなんで、この辺りだけちょっと残念かな。まあといってもこれだけちょっとねシールねたっぷり貼らないといけないんで、これは悲しいね。まあでもねせっかく購入したんで、ちょっとシールを貼って頑張ってねこちらの方仕上げてみたいと思います。さあそれではねシール貼っていきますね。もう一度ねシール貼る前の感じこんな感じです。よく覚えておいてください。では参りましょう、せーので、はい、シール貼り完成しました。いやー、めっちゃめっちゃ時間かかった。めっちゃ本気で大変ですこれ。このタイプのシールでよくあるあの台紙ごとね剥がれるっていうのも何個かあって、しかもめちゃくちゃ小さいシールとかあるんで、かなり神経使いましたね今回のこのシールは。さあでは完成したものをね早速見ていきましょう。であのシール、あのうまいか下手くそかちょっとまあそのあたりご勘弁ください。頑張りましたね。
まずフロント部分ね、こんな感じになってますね。まあ、ボンネットはシールはなかったんですが、ここのね、青い両サイドと、この下の部分、ここですね。ヘッドライトの下。ここはシールですね。まあ、この辺はちっちゃかったですけども、割と楽でしたね。で、横から見ると全体的にこうなってます。まあ、ご覧の通り、ホイールですか、タイヤのところですね。側面がシールになっていて、もうちょっとね、この面がね、やっぱテカリすぎて、シール感がちょっとバリバリなんで、なんかうまくちょっとごまかせる方法ないかなって考えてます。で、アップで見てみますが、まあね、結構ビシッとね、貼ったんですが、ちょっとね、シール感が出ちゃってるとこが多々ございます。まあ、こういったところはまあ仕方ないのかな。で、一番悩んだのがここですね。このへこみの部分ですね。まあ、うまく貼らないとね、どうしてもちょっと違和感が出ちゃうんですけど、まあまあ、まだマシかなとは個人的には思います。まあ、自家印刷の部分が、ね、結構多いんで、本当側面だけでもね、プリントにならなかったかなーって思っちゃったりしますね。で、続いて後ろ側がこんな感じで、ここが一番優秀ですよね。ここのちょっと下のところ、両サイドだけがシールになっていて、まあ、それ以外はもう先ほど言った通り全てね、プリントになってるんで、非常にかっこいいと思います。で、続いて反対側もさっきのね、こっちの面と同じような感じですね。まあ、購入された方、ほんとね、大変と思いますけども、シールね、綺麗に貼っていきましょう。僕ほんとね、シール貼り苦手なんでね、めちゃくちゃ時間かかっちゃいました。で、続いて上から見ると、こんな感じで、まあ上からはね、そんなにね、シール感はないかなと。まあなかなかね、かっこいい感じに見えますね。で、まあ言うまではないんですけど、そこはね、特に何もないです。で、こちらの車両にギミックとして、サスペンション機能がついてますね。結構、ふわふわの深めのタイプです。いや、まあなんだかんだ言いましたけども、とりあえず無事にね、シールすべて貼り終わってよかったです。たまにね、こういったシールね、どっか飛んでたりするんでね、それが今回一回もなかったんで、割とね、スムーズに貼ることはできました。まあ、代金とね、送料を含めて2500円ぐらいの高級車なんで、これね、購入された方はね、皆さんぜひ、ね、頑張ってください。さあさあ、ではね、ちょっとこれ眺めておきたいんで、こちら置いときましょう。続いて、こちら行ってみましょうね。少し前にね、使ったんですが、詳しく見ていなかったんで、今回こちら見ていきたいと思います。ちなみにね、僕はこちらの車両ね、まあ、関西圏に住んでて、近くでね、買うお店がないんで、今回はオークションで落札しました。まあ、落札価格から言ってしまうと、1500円だったんで、実際ね、いろんな店舗で代引きとかでね、通販やってるんですが、意外とね、オークションの、まあ、転売してる方かな。そういう人から買っても、実際のところはね、値段の差そんなないんですよ。高くないんですよ。まあ同じような価格帯なんで、TCN に近くでお店ない方は、次回からはオークションとか覗いてみてもいいかもしれません。さあではパッケージから見ていきましょう。まずね、正面こんな感じですね。実際のね、トミカがここにね、写真プリントされてあって、左下には TCN のロゴで、その上にね、トミカのロゴですね。で、今回の車両名は UD トラックスクオームブリヂストントラックです。で、箱の他の面はざっとこんな感じになっておりまして、まあ非常にシンプルなパッケージになってますね。さあ、それではね、開けてみていきましょう。と言っても、まあ僕はね、もう一回見ちゃってるんで、初めての方はここからお楽しみくださいと。はい、じっくりは見てないんでね。僕もここで楽しんで参りましょう。さあではね、くるっといきましょう。まずね、カラーリング的には全体的に白ベースですね。で、フロント部分結構僕好きなデザインですね。ブリヂストンのロゴに、で、あとね、このブリヂストンでおなじみのこのシュッと、なんて言ったらいいんですかね。まあ、シュッとですよ。綺麗に書いてあります。で、車体自体はね、いつもの UD トラックスのクオーンですよね。まあ、おなじみの車体かと思います。で、上の部分、ここの部分で特に何もなくて、続いて側面参りましょう。はい、全体的にはこんな感じですね。フォルム自体は、まあ、おなじみのフォルムになってます。塗装面で言うと、ドアの部分のね、ここが黒色の塗装になっていて、あとこの上のところも、ここもね、黒色の塗装ですね。で、荷台にはブリヂストンと大きく書いてあるんですが、こちらもね、しっかりと直にね、描いてあるんで、これは非常にかっこいいですよね。で、ホイールやタイヤの形状はよくあるこちらのね、標準的なタイプのものが使用されてます。で、ギミックに触れておきますが、この荷台のここの部分がパカッとね、開くようになってますね。まあ、両サイドね、こんな感じでパカッと開くんですけども、まあ、中は特に何もなくて、ちょっとしたものならね、乗せれるようになってます。で、後ろから見てみるとこんな感じで、こちらは造形しっかり作られてるんですが、特にね、プリントとかなくシンプルなものになってます。
ますね。で反対側がこうなっていて、こちらの面は先ほどのこのね面と同じようなデザインです。続いて上の方から見るとこんな感じで、こちらの面は真っ白でシンプルですね。でそこはこのようになっていて、ベースの車両は2006年発売の日産ディーゼルクオーン、ナンバーは31番の分です。はい、2つ目は UD トラックスクオーンのブリヂストントラックでした。まあ、こちらの車両ね、まだあのオークションとかで結構出回ってるんで、気になった方はね、まあ、ちょっと値段するんですけども、ぜひねそちらの方で探してみてください。はい、ということで今回は日産オンライン限定で発売されているトミカのモチュールオーテック GTR 2017年カラーバージョンと、あとこちらもね限定販売の TCA のオリジナルの UD トラックスクオーンブリヂストントラック、まあ、両方ともねそこそこのお値段するんですが、高級車ね2台を紹介しました。さあさあいかがだったでしょうか。本当にあの日産 GTR の方はね、まあ、僕あの箱を開けるまで知らなかったんで、まさかのたっぷりシールで、いやー貼るのねもうめちゃめちゃ大変でした。もう一度ちょっとねお見せしておきますが、くるっとこんな感じになっておりまして、まあシールね綺麗に貼れるとなかなかねかっこいい仕上がりになると思います。ぜひねシール貼り腕に自信ある方はねもうバチッとね決めちゃってください。でこちらのね TCA のオリジナルはねもうシンプルに買って開けて鑑賞してねもう楽しむトミカになってます。まあブリヂストンの、ね、トラックって結構こう見た感じかっこいいんで、気になった方はねぜひ買ってみてください。はい、ということで、ね、今回はこの辺りでおもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターインスタもやってるんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。さあではね、今年も残り約1ヶ月ですね。寒くなってきますんで、皆さんねお風邪などひかれないようにお気をつけください。ではでは、また他の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら、バイバイ。